ナクトホイルブとは、古代エジプト王朝最後のファラオ、そして古代エジプトの最後の先住民の支配者。別名には、ネクタネボ2世という名称がある。ネクタネボ2世を守護するラーホルアクティゾー彼の統治機関のうち、数年間ネクタネボ2世はエジプトをアケムネスアッサ、ペルシア帝国の信仰から守った。しかし、彼の同盟相手である、ロードス島の領主に裏切られた。 そして、ペルシウムの戦いで、ペルシャ軍とギリシャ軍の同盟軍に、最終的に敗北してしまった。ペルシャ人は、メンフィスを占領し、その後エジプトの残りを占領し、アルタクセルクセス3世紀の下でアケメネス朝、ペルシア帝国に古代エジプトの王朝を支配される、こととなった。それは、古代エジプトの純粋な民族の、自らによるエジプトの地域の支配の終焉を意味した。 その後、ネクタネボは、南のナイルガー上流地域へ逃げ、しばらくの間彼の力を維持した。しかし、彼のその後の消息は不明であり、死亡年ははっきりとしていない。ネクタネボ二世のオベリスクサキザキ大のエジプトのファラオネクタネボ一世や、先代のファラオテオスの時代、王国は安定しており、文化面でも神殿の建設が盛んに行われた。父の死後、 後を継いだて、オスは、現在のシリアとイスラエルにあたるペルシア帝国の領土に攻め入り、ある程度の成功を収める。テオスは、エジプトのナポレオンとも言われたトトメス3世の外政の前例にのっとって、レテヌ地域の一帯へのペルシア勢力の排除に成功した。しかし、実の兄弟チャヘプイムの策謀によって、王位を失った。 チャヘプイムはテオスがエジプト国内で人気がないことを利用して自分の子でありテオスの王位であるナクトホルエブの王位を宣言したのであった。エジプトの軍はナクトホルエブの下で結束したためテオスはナクトホルエブが即位して間もなくペルシア王の下へ落ち延びねばならなかった。しかしそうして王位を手にしたにもかかわらずナクトホルエブの知性はエジプトを 再び征服しようと努めるて、オスの治世中に、レテヌ一帯の地域における勢力を喪失していた、ペルシア帝国の支配者に左右された。当時、ペルシア王たちにとって、エジプトの存在はもはや地方総督と同等の権力であり、また、テオス時代の一時的な優位は、地方総督の反乱のようなものだったのであり、ナクトホイル部が即位した時には、 すでに古代エジプトのファラオは主権を失った君主であった。内乱時のペルシア王アルタクセルクセス三世が混乱していた国内を固め再統一しなければならなかったがためにその間しばらくエジプトはペルシア帝国の攻撃を受けずに済んでいた。さらに紀元前五十一から百五十年の冬に行われたアルタクセルクセス三世のエジプト遠征も成功せず この敗戦の影響で、ペルシア帝国の勢力下にあったキプロス、フェニキア、キリキア諸地域のペルシア帝国からの離反が進んだため、ますます、ペルシア帝国の勢いはそがれる結果となり、ナクトホルウェーブは反ペルシア帝国を謳う、ペルシア帝国内の勢力を支援した。しかし、国内の混乱を収めたペルシア王アルタクセルクセス三世は、次第にこういった抵抗勢力を抑え込み、 紀元前343年には再び古代、エジプトを侵略するだけの余裕が生まれることとなって、しまったのである。紀元前343年、アルタクセルクセス三世が行った二度目の出兵は、成功を収めた。ペルシウムで敗北したナクトホルエブは、ナイルのデルタ地帯から、ペルシアの守備兵を引き払い、南のメンフィスに退くことを余儀なくされた。その時点でしかし、そこで、 ネクタネボ2世は・ボニセは自身の権力基盤を失ったことを知り、南のヌビア王国へと逃げ出した。それはヌビアの王、ナスタセンによる秘語を当てにしたものだったが、実際ナクトホルウェブの一派は、このエジプトの南のヌビア砂漠において独立勢力として2年以上もその地位を保ったという。また、江戸府で見つかった記録には18年という数字が見られる。ネクタネ・ボニセのは、 先々代のそれよりも宗教に力点が置かれていた。しかしただ次々と神殿が建てられただけでなく、そこに備えられる彫像なども優れたものが多く見られる。神々を崇拝し、自らを神人仏界ファラオと位置づけている点は、ピーター・クレートンの言うように、かつての価値観への回帰と見ることもできる。ネクタネボ二世は、ネクタタボ一世よりも、 数多くの神殿の修復や増築を行った。反逆者のカバシが王を自称した時代が影を落としているが、ナクトホルエブはエジプトを支配した最後のエジプト人のファラオとされている人物であり、彼のエジプトからの逃亡は独立した統一体としてのエジプトの終わりを象徴している。ナクトホルエブの金貨ナクトホルエブの下で古代エジプトは繁栄の時期を迎えた。 彼の知性中に、エジプトの芸術家は、プトレマヨス朝のレリーフに、独特の印を残した様式を生み出した。彼の間接的な前任者である、ネクタネボ一世と同様に、ネクタネボ二世は古代エジプトの宗教における神々の多くに熱意を示し、百を超えるエジプトの遺跡を築いた。しかし、ナクタホルエブの知性では、先々代のそれよりも宗教に力点が置かれていた。 ネクタネボ2世は、特に巨大なエジプトのイシス神殿をはじめ、ネクタネボ1世よりも多くの建造物や修復工事を行ったことでも知られる。しかし、彼の建設した神殿などには彫像など、優れたものが多く見られる。この王朝の滅亡後には、再びペルシアの支配下に収まることになるが、その時期であってもこの王朝の時代の建造物は、残り続けることとなり、前述したように、 エジプトの神々を崇拝する、中心地として残り続けることになる。ありがとうございます。